様です。断捨離の山下秀子です。断捨離塾ライブ、今回はもうおなじみのこの方です。川端です。よろしくお願いします。はい、じゃあ今日のね、はい、あのお話のテーマって、そう、今の話なんだけども、一人で なんか物事を、ね、解決しようとしてる間に、ふとしたことでね、ご縁がつながって、いろんな人の力をね、得るってことあると思うんですよね。だからその得られる自分と得られない自分っていうかな、その得られるそういう機会をこう自分に与えられるか与えられないかって、これ大きな分かれ道だと思うんですよね。それすごくありますよね。やっぱりね、ご縁って、そういう見えない働きかけっていうのは、あるんだけれども、でも多分私、秀子さんがいつも見ててすごいなって思うのは、そのご縁があった時にそれをこう掴む力っていうかね、多くの人はご縁があるけどなんとなくスルーしてしまう、いいあの働きかけが、見えない働きかけがあっても、サイモントンだと内なる英知って呼んだりするんですけど、見えないメッセージっていうかね、なんかなんとなく薄々気づいてるんだけども、それに即した行動を移さない。その時にね、なんか無邪気になれるかなれないかだよね。だからもう無邪気にがっかりしたし、えっと言ったら、で次にご縁があった時、無邪気に喜べるし、まあね、無邪気だな、まあいい年って無邪気なんて言ってられないんだけど、あと素直とかね。そう、素直だよね。素直に悲しいんで素直に喜ぶっていうね、そのそれかなとも思う。結局ね、断捨離って出す力なんだよね。そのいろんなものをこう、あの体というか、あの住空間から余計なものを出す力、それから体 の中から余計なものを排泄する力、そして何より喜怒哀楽全部ね、こう表現する、つまり出す力をね、こう培っていくので、多分ねこの年齢を重ねたけどいろんな目に遭いながらって、でね、だから来れたんじゃないかなと思ったら、つまり一人では解決できないから、助けてって、恥ずかしがらず言えるっていうね、そこは大きいかなと思いますね。すごいですね。今私、断捨離のトレーナーさんたちすごい頑張ってるじゃないですか。頑張ってますよ。本当に全国津々浦々行ってね、私 の友人も、昨日青森行ったんだなんてやってますけど、やっぱり、ああいう助けを誰かが求めて、プロがね、ついて片付けってたかが片付けって思っちゃうじゃないですか。だけど実はすっごい大事で、たかが片付けじゃなくて片付けありきじゃないですか。もう断捨離の視点から全ての基礎なんだけど、それを忘れちゃって、みんな時間があった時に片手までちょこっとやるものっていう位置づけを持っていてね、そんなことに、要はトレーナーさんを頼むっていうのはお金とか時間がかかることなんだけど、そういう時間やお金なんてこう取るにはね、取るに足らないと思っている人がいっぱいいると思うんですよ。でも実際にトレーナーさんたちの力を借りて空間を整えたら、心もすっきりして、場はもちろんすっきりするんだけど、それだけでも嬉しいんだけど、やっぱりそのことによって心が整うっていうのが断捨離の一番ね、やっぱり醍醐味だって思うんですけど、あれもやっぱりね、助けてって言えた人ってすごいなと思いますね。まずね、一番思うのは自分が今置かれている状況ですよ。今まさに自分がいる住空間のこう診断が甘いんだよね。どれだけこの空間で自分を損なってるかっていう診断が気がつかないんで、甘い。で、甘いから自分でできると思ってるんだよね。もう重篤、病気で言えば重篤な病でお医者さんに行って、看護婦さんやらお医者さんのサポートを受けて治療しなきゃならないっていう状況なのに、そうじゃないっていうふうに思ってるね。でこの程度でお医者さんにかかっていいんだろうかっていうね、思いがあるんだよね。あとなんとなく、これは病院もそうなんだけれども、部屋も自分の恥部見せたくない。それはあるよね。っていうかね。で、専門家だってそんなの分かってて、恥ずかしいなんて思わないじゃないですか。だから、人には見せたくない、見せちゃいけないっていうのが羞恥心でね、やっぱり病気の部位なんか遠くに見せたくないし見られたくないし、恥ずかしいしっていうのは、あるね。それだってね、私も心のケアの現場にいると、例えばもう鬱なんていうのは、現代よく昔心の風邪なんて、表現されたりすることがあって、ちょっと心の風邪っていうのは不適切だと思うんですけど、いずれにせよ誰でもかかりうる病気だって
もうみんな分かってることではあるんだけど、うんうん、いざ自分が鬱になったとか、うんうん、自分の身内が鬱になったっていうと、なんかすごいね、恥ずかしい、なっちゃいけないものになってる、うんうん、で人生終わったぐらいに思っちゃう人もいるわけ、うんうん、それで、診断下っちゃって、うん、休んじゃったら、うん、もう自分の人生終わりだぐらいに信じ込んじゃってる人なんかもいて、うん、それゆえに自分は大丈夫大丈夫っていう、こういう正常バイアスって言うんですけどね、うんうん、自分は大丈夫な、本当は大丈夫じゃないのに、そうだ、それ正常バイアス、正常バイアス、大丈夫だって思うとしちゃう、うん、バイアスがかかったり、あとね、楽観主義バイアスって楽観的になっちゃ、なりすぎちゃったりね、自分は大丈夫、断捨離もそうじゃないですか、うん、ね、まだいける大丈夫みたいなね溺れてるのにね、うん、そう、それをやっぱりね、第三者の目で客観的に見るっていうのはすごい大事だって思いますね、うん、そのじゃあ客観的に見れないのもあるけど、そもそも、まあ、人に、ね、助け求めてはいけないっていう、うん、いうようなこう不健全な、うん、思い込みっていうのがあるってことね、うん、そうですそうです、専門的に言うとビリーフ、私たちは、ね、ビリーフって、まあ、英語でただ信念っていうのを訳すとビリーフだけども、うんうんうん、私たちのビリーフがその行動を阻んでしまったり、うん、あの自分の自由な状態で入れなくさせてしまってですよね、うんうんうん、断捨離でいう要的解な振る舞いができなくなってしまう、私たちのビリーフが不健全だから不要で不適切で不快な振る舞いを続けてしまうっていうことがあるんですよね、うん、でこの不健全な、まあ、ビリーフとしたら結構いあのなんていうの、残念な思い込みと残念じゃない思い込みみたいに分けられるけど、うん、実はその両方ともが自分をこう縛ってしまってるってことがあるってことだよね。そうなんです、うん、で、あのもちろん不安とかね、うんうん、あの恐れとかっていうのある程度は、例えばコロナウイルスが今流行っていますけれども、うんうんうん、あの今日もね、うん、あのプラットフォームでコロナウイルスのどうたらこうたらなんてね、うん、あの換気してました、注意喚起してましたけれども、ああいうので少し不安を持つのはいいんですよ、うん、ちゃんとそのことによって自分の命や健康を守る信念だから、うんうん、だからそういう不安はいいんですけど、不要に恐れる、だね、あの適切に恐れるのは OK なんだけど、うん、不要に恐れることが、うん、そして過剰に恐れる、ね、過剰に恐れることが、うん、過剰に恐れてトイレットペーパーなくなっちゃうわけでしょ、ね、あの、うん、デマで、うんうん、だってあの市場にはいつも通りの数がありますって言ってるのに、スーパーにはないっていうことが起きてるっていうのは、うんうん、あれは過剰な恐怖で、うん、適切にトイレットペーパーを取っとくのはいいんだけど、明日の1週間後のはないとかだけど、何ヶ月分も食べ込むってちょっとそれは違うじゃないですか、うん、トイレットペーパーで砦を築けますよ、そうその中で暮らすようになっちゃうもんね、そう、でもそこに異常さを感じない、うん、この日々の自分のビリーフ、生き方とか姿勢とかにこう慣れ親しんだものなので、気づかずにそのままね、惰性というか慣性の法則でね、うんうん、進んでしまうっていうのがあってね、うん、そう、これはね、やっぱりふとある日目覚めて、ひでこさんが、うん、いや、しまうんじゃなくて捨てればいいのよってはってこうね、気づく、でもいや、だって今までみんなしまってたじゃん、ちゃんとしまってたんだから、物っていうのは取っとくんだから、うん、しまえばって、もう体もこう覚えてるし、うん、信念も覚えてるしって、このビリーフパターンが、うん、あと行動のパターンがあるわけですよね、うんうん、である日突然、溢れてんだから捨てればって言われて、だそうだってこう思うじゃないですか、うん、で思考もそういうのがあるんですよ、うん、その思考捨てていいんじゃない、うん、とか、うん、変えていいんじゃない、うん、でまさかこの変えるなんてオプションあるってことすら気づいていなかった、そうだね、っていうのが私たちのこの基本信念にあってね、うん、でそれに気づいた時に、断捨離と同じで捨てたらめちゃくちゃ楽になったっていうのと同じで、うん、心もこの考え方を手放したらめちゃくちゃ楽になったっていうのが、そうね、だって重たいんだったら下ろせばいいし、そうなの、ね、うん、で元気が出たらまた拾えばいいしっていう、そういうことだよね、うん、重たいのをどうやって運ぼうかって考えたら、ずっと下ろせばいいからっていうオプションがなくなっちゃうんですよね、うん、あとやっぱり現場で多いのは一人でやらなきゃっていう、さっきのみんなとっていうのと、私が全部自己完結しなきゃとか、一人でやらなきゃとか、完璧にやらなきゃっていう、このつながりがなくなっちゃうっていう、 そうね、残念な自己完結を起こしてしまうのも不健全な、不健全信念がベースにありますね、アンヘルシービリーフって英語で言ってますけど、不健全信念、そう、ね、DVD 付き断捨離入門講座は
Amazon や書店ではお買い求めいただけません。スマートフォンでご覧の方はどうぞ概要欄からお申し込みください。そしてテレビでご覧の方はこちらの QR コードからお申し込みいただけます。お待ちしています。ありがとうございます。 YouTube をご覧くださりありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。さらにお得な情報はここからゲットしてくださいね。